いや、ひどいけどね、マジで。ちょっと待って、フェチの話、マジで追いつけねえな。理解できねえ。だいぶ病気だろ。やっていきまーす。意外とうまくないか。なんか可愛い子とかいたら全然アタックはするけど、そこまでガチじゃないというかさ、するだろ可愛い子いたら。もったいないじゃん。だってその子とも会えないかもしれないし。さて、面食い、俺はもう面食い俺は面食いだよ。なんで世の中がなんか心を見る人が評価されてるのかがわからない。それって心理じゃないからね、絶対に。顔で許せるからさ。嫌なことあったとしても、中身で好きになるのと、一目惚れ好きになるのって、一目惚れ好きだったら絶対、嫌なことあっても顔で許せるし。いや、限度はあるけど、沸点は変わる。まあ、結婚が前提あるなら、まあ、変わってくるか。さあ、それはそうだね。俺そこで見たことないな。可愛い子って、もう努力してるっていうのがわかるから、めちゃめちゃ可愛い子で、極限に性格が悪い子って俺はそんな会ったことないんだよね。スタイルが良かったり顔が可愛い子ってなんかね、女の子って普通に暮らしてるだけでなんかめっちゃ可愛いとかいうところまで行く人って本当に少なくて、各々で努力をそのしてるから、頑張ってるから。女の子ってなんか可愛い子ってそういうなんか頑張るメンタルを持ってる子が多くてさ、俺はそこも好きなんだよね。頑張るメンタルを持ってる子って好きでさ。どういう顔が好きなん？猫目っていうのかな。いや、爬虫類系なんだけど、まあでも俺朝倉優衣の顔の系統は好きかな。朝倉優衣知ってる？ちょっと釣りなんか猫目なのかな。何目っていうのこれ。そうね、桐谷美玲、なんか桐谷美玲は化粧の系統はあんまだけど、まあ、顔の系統はあんな感じかな。こういうタイプか小松菜奈系かな。なんかちょっと好き嫌いが分かれる系が好きかもしれない。ザ可愛いっていうより、まあザ可愛いとされたら顔ちっちゃい子なんだっけ。ザアイドル顔みたいのはあんまかな俺。斎藤飛鳥、そう。あー、まあでも猫目と小松菜奈の顔の系統の共通してるとこはちょっときつい目をしてるから、どっちも。あっ、俺くっそ好みの子がいんのよ。名前忘れた今俺そんなにその女の子の方に脳の理想使ってなくて、ごめん、ちょっと待ってね。この子、橋下三好だ。橋下三好知らんか。この人の顔は好きだな。でも好き嫌い分かれると思うんだよね。全員が好きな顔の系統なのかな。多分違うと思うの。絶対山田杏奈好き。お前俺のな好みをな分かった気になるな、お前ごときが。マジで可愛い超好き。凄まじく好き。チャカチャンチャカチャカチャン。そういえばあれやっとくか、マシュマロ。最近ずっとやってなかったからな。なんだっけ、そもそもお題まとめたんだよな。俺のパーソナルジムのトレーナーの人が俺の YouTube 見ててセミのやつで爆笑したっつってた。やっぱりロルは見れないけど、ああいう雑談系やといいねっつってた。まあそりゃそうですよね。ああ性癖だ。フェチじゃなかったっけ。フェチだ。みんなのフェチ教えてかいだ。はい、じゃあ順々に行きましょうか。
女の子の肉割れがフェチです。肉割れがそもそも伝えられないことがあるので説明すると、成長、体重増加、筋トレ、妊娠などによって太もも、尻、胸、お腹などに出る模様のことです。見た目が好きだし、その人の成長を物語っているようでフェチを感じます。例えるなら、傷は男の勲章的な感覚です。サミさんどうぞよろしくお願いします。何をだよ。フェチとしては濃いけどな。なかなか。まあでも分かんないのがね。わかんないのがまあフェチだっていう話になったからな。このめちゃめちゃダイエット成功した人とかがあるよね。そういう模様。はい、次。自分は女性の巻き髪フェチです。触るのももちろんいいんですが、あの螺旋状の大穴に自分のものを入れてみたいと願うです。サロメションとか最高ですよね。ひどいけどね、マジで。あそこに入れて快楽は得られないぞ、普通に。まあ、わかる。巻かれるの？巻き髪？現実にそしてそんなにいなくないか。私は某関さんのおっぱいがフェチです。もう言ってしまったら、これは。某ってもう、便利すぎない？最近はキャントマが有名ですが、私はおっぱい派です。たまに乳首が立ってる時がありますが、最高にいいと思います。まあでも興奮するとこだもんね。プラスネジをマイナスドライバーで締め緩めするとき、なんかネジからそのドライバーはダメって聞こえる。完全にもうマッチしたときでしょ。ギャッ、これしかない。普段の生活でこれに、ああ俺はここにフェチを感じるなーってなるか、たどり着くか。なんか、不女子の方々ってさ、そもそもなんか鉛筆削りとか見ても受けだ、攻めだとか感じるわけでしょ。まあ、そういうののかなりレベルが高い場所なんだよ。あの人たちってさ、なんか歯磨きが2個並んでるだけで妄想が始まるらしいよ。歯磨きが2個こう、逆さまにしてこうやってピッてやったら、なんかそういうものに見えるらしい。不女子の方々って。想像力が豊かすぎて。はい、お次。長めの金魚の糞がエアープンプの泡でバラバラになるところ、水槽に小枕になって糞が舞って金魚と交わるのがいい。ちょっと待って、フェチの話マジで追いつけねえな、理解できねえ。あ、はいはい、始まりました。さっきの話の回収ですね、これは。はい、本当にこういう目で見るからね、何でも。ピーマンの肉詰めはピーマンが受け、ピーマンが肉を抱いてるように見せかけて、実はピーマンは肉を入れられてる側。つまり、肉かけるピーマン、興奮する。こういうことなんですよ。はい、僕はポケモンのマルマインや遊戯王カードの邪神、また、デリマスターの流魂玉やカービーボールや、タッチカービーでの丸いカービーのようなまん丸生物がフェチです。ちなみに、まん丸じゃなかったり、余計なトゲがついてたり、生物じゃなかったりするとダメ。綺麗なまん丸の生物が好きで仕方ない。邪神アバターって知ってる？これ。ガンツ玉みたいなもの。これにまあフェチを感じてるらしい、この人は。ああまあ、こういうのがね、なんとなく理解はできるよね。腕を伸ばした時に肘にできる皮の部分をつまむのが好き。ん？腕を伸ばした時に肘にできる皮がここだね。ここのことでしょ。まあこれがギリ分かったから採用した。ここフェチはいそうだよね。ここフェチはまあ理解できるね。なんとも言えない柔らかさが癖になるので皆さんも試してみてくださいってわけです。これ面白かった。髪の毛を引っこ抜いた時に髪の根元についてくる頭皮みたいなやつが、いやいや、毛根でしょこれ。そこだけじっくり眺めた後は爪で、こそぎ取って髪の毛を螺旋状にして、何これ、モテ遊ぶ。モテ遊ぶ。髪の毛に対してまずそもそもモテ遊ぶっていう表現は合ってるのか。はい、ハンダガンの前段打ち切ってスライドロックされてる状態が好き。これたま俺の友達でもいるんだよね。この状態にフェチを感じる人いるんだよね。かっこいいけど、フェチなのかっていう。あのね、見てて思ったんだけど、声フェチ多すぎ。
ネット中に多いね、マジで。えげつないほど多い。お前ら本当に好きなんだね。ASMR 作品とかがさ、バカほど増えてるのが意味が分かったわ。このなんかフェチの話見て。完全にフォーレ。多分これ、あれだね。尿道カテーテルだね。尿道カテーテルの時、普通に自分が言ってます。その瞬間が大好きです。尿道カテーテルって尿道に入れる。手術とかした後、トイレ自分で行けないから、排尿を自動化するために、管みたいなの入れるんだけど、入れる時と抜く時がバカほど痛いの。だからお前はド S なんだろうな。マジで痛いのよ。死んだ目をした、すべてを受け入れてくれそうなクズ男に人生めちゃくちゃにされたい。まあ、死んだ、ね、目が死んでる人フェチ多いよね、女の人。不思議なとこがいいんだろうな。この人の生態がわからないみたいなところになんかキュンとくるんだ、くんだろうね。綾野剛とかさ、綾野剛とかもなんか目が死んでるやん、あれ。あの大好きな女の子たくさんいるね。ザクズ。鼻水フェチです。人間の風の引き始めは透明な鼻水回数始まってんだ。人間の風の引き始めは透明な鼻水が出て、風が治るにつれて黄色の鼻水が出るようになるんですが、その治りかけの黄色の鼻水の色が可愛くてたまりません。ティッシュで鼻を噛んだ時、絶対ティッシュについて鼻水を見て、透明なら、ああ、今日は外れだなとか、黄色なら、お、今日はいいことあるかも、鼻水占いをしています。ちなみに、カラーコードで言うと、シャープ F0E68C あたりの鼻水を見るのが好きです。これ見て締めにするか。助かるね。具体性があって。黄色すぎやしない?ちょっと黄色すぎるかも。これらしい。だいぶ病気だろ。というわけでまた募集しますね。まあツイートします。人のフェチってのは理解できないから、この中一番理解できるのがまあ肉割れとここだったからな。